へいへいへい、日本の皆さん元気でしょうか。本当申し訳ないです。時間がなくてひげ剃れません。本当バタバタしております。しかもひげ白髪ばっか、やばいです。奈良さんみたいになってきた。クルさん、お疲れ様です。あ、どうもです。おはようございます。お忙しいですか。やはり本当やばいです。バタバタしてます。では早速収録参りましょう。今回のテーマはですね、久保建英選手です。はい、2月はリーグ戦4試合先発で、1ゴール2アシスト、はい、3試合連続 MVP、はい、チームの月間 MVP にも選ばれました。はい、去年のワールドカップでは悔しい心境を語っていましたが、ついに本領発揮の久保選手ですけれども、はい、トゥールさん、いかがでしょう。まあそうですね、まあ、ワールドカップで決してね、いいパフォーマンス見せたわけじゃないし、自分が久保君っていうのが常にこう試合を作って、ボールを持って試合のリズムを作っていく選手なのに、逆の立場になって、相手のリズムを潰す、相手のリズムを崩す、守備で頑張らなきゃいけないっていう役割をワールドカップで、果たしてましたね。そう考えると自分の得意なプレーに集中してやろうとはできなかったのかなというふうには思いますよね。まあそれはね、日本代表の戦いがあっての自分の役割と、そう考えるとまあ、なんていうんですかね、不満は不満でしょうね。気持ちよくワールドカップできたわけじゃないというふうには、まあ自分がそのワールドカップの経験を生かして今度ね、また自分のチームでどうしても活躍すると、そういった気持ちがあってからのこういう活躍がまたできるようになってきたと、まあこの繰り返しだと思いますよね。いいプレーをしてまたちょうど調子悪くなったらどうすればいいんだって考えながら、またいろんな壁にぶつかってそれを乗り越えて強くなっていくと、もうサッカー選手の人生はそういう人生なんで、もう一方的に前あの右肩上がりっていうわけにはいかないんで、でもこうやってまた這い上がってきて、さらにまた一皮向けて強くなっていく、そういった選手がどんどんスターになっていくというふうに思うのと、最近のプレー見てるとちょっと大人的なプレーになってきたと。簡単にボール取られない、積極的なプレーができるようになると、時にはリスクを負ってパスをすると、少しこうやっぱ年を取ることによっていろんな経験をして、ちょっと大人のサッカーにちょっとずつ変わってきたのかなっていうふうには思いますね。それがこう MVP につながるような活躍が生んだってことですか。そうですよね。やっぱ今まで少しやっぱ若さっていうところもあって、時にはちょっと軽いプレーが見れたりとか、まあ、それはしょうがないんですよ。これはね、そこまでの責任があるわけじゃないんで、今度はワールドカップを経験したと、みんなの期待がどんどん大きくなったと、で日本代表のああやってスペインに勝って、ドイツに勝ったと、そういったことも含めてね、少しは期待が持たれるような選手になってきた。そういった意味ではどうしても自分が決めなきゃいけない、自分がやらなきゃいけないっていう責任と、自分の充実したプレーができるようになってきたのが大人のサッカーに変わり、非常にチームの勝利や貢献できるようになると、そういったことを非常に面白いのかなと思いますね。久保選手は移籍市場でも人気株になっているようですけども、昨年夏にレアルマドリードからソシエダに600万ユーロの移籍金で完全移籍したところなんですけども、レアル側は買い戻しオプションの行使を検討していると地元で報じられているんですけれども、トゥールさん、ブラジル代表の至宝ビニシウス・ジュニオールらがタレントを生んだんですけれども、レアル復帰っていうのはどう思いますか、トゥールさん。いや、正直ね、年齢的にはレアルがすごく今ね、苦しんでるところだと思うんですよ。でもこの間のリバープールのチャンピオンズリーグのレアル対リバプールの試合見たんですけど、じゃあ久保君あの舞台に立たせればどうなるのかなと、じゃあモドリッチの代わりに入れればどうなるのかな、じゃあビニシジュニアのところに入れればどうなるのかな、じゃあロドリゴのところに入れればどうなるのかなと、
考えるとまだ力不足ですよね。まだそこで、自分の力が、そこまで行ったってないというふうには思います。そこまで行ったったらすごいことですけどね。こんな簡単に言ってるんだけど、あのチャンピオンズリーグであれだけの戦いができるような、僕も見たいですよね。モドリッチもね、年齢っていろいろ言われるんですが、最後の最後まで走り切る、あれだけの試合を読める力、年関係ねえんだろうなって常に思いますよね。ってなると、まあこれは、まあ、人生でもそうですけど、強いチームから弱いチームに、まあそのやっぱ比較しなきゃいけないと思うんで、レアルから格下の相手に変われるっていうのが、決していいことじゃないと思いますよ。これはレアルでずっと出てくれればいいんだって。でも買い戻そうとレアルが考えさせるぐらいのプレーをしてくれてるんであれば、これはね、本当に誇らしいことだと思いますし、どんどん久保君もね、引き続き頑張ってもらわないと、活躍してくれないと、そういった話も出てこないんで、これからもね、コンスタントに MVP 取れるチームの勝利に貢献できるような選手になってくれると、もしかしてモドリッチの代わりに久保君が現れるかもしれないですね。さらにですね、久保選手はバルセロナの下部組織出身ですけれども、はい、地元紙アスによるとシャビ監督が久保選手の復帰を求めていると報じられているんです。バルセロナはどうでしょう。いや、バルセロナはもうね、世代交代しているチームですからね。まあ、ペドリがいたりとかね、どんどん若い選手が出てきてるチームですけど、その中に入れても面白いのかなと。今度は違うんでね、バルセロナはどっちかっつったら完成されてないチームで、どんどんこう新しいバルセロナ、まあ、レバンドフスキがいるわけですけど、レバーがいるけど、周りはちょっと年齢的にはちょっと若い、これからのチームやと思うんで、まあそこに入れても面白いかもしれないんですけど、どっちかっつったら可能性的にはね、世代交代を考える上でやっぱモドリッチあたりのポジション争いしてもらわないといけないのかなと。バルサは、少し難しいのかなと。若い選手ばっかりも買ってきてるんで、どっちかっつったらね、レアルあたりにバルベルデ、アシンシオとかあたりのポジション争い、モドリッチどうなのかな、クロスどうなのかなっていうところの方が僕は面白いかもしれないですね。レアル以外のクラブが獲得する場合、必要な移籍金は6000万ユーロと報じられています。日本円に85億円です。両クラブのリストに乗ることってやっぱすごいなと思うんですけど。そんな高いんだ。すごいですね。まあ最近ね、一石一場でもうどてつもない金額ばっかり出てきてるんでね。でもこう交渉になるのには別にその金額で売るわけじゃないんで、結局下がった金額で売られたりすることもね、時々見ますんでね。まあでもそれだけの評価してくれてるっていうのが日本人としてもね、誇らしいことだなというふうに思いますね。敗れてしまったバレンシア戦では地元メディアからこう批判も集めた久保選手、今季公式戦4得点5アシスト成績、はい、チャンスメーカーとしても活躍されてますが、来シーズンですけれども、ベストな新天地というのはどこになるんでしょうか。いや、もう、あまり考えないことです。どこに行くんだろうと、そんなことはあんま考えずに、これからそれだけのね、80億とかね、そんな言われてる金額ですからね、プレッシャーはかかってくるわけですよ。負けた時に自分に対する批判っていうのがどんどん大きくなっていく。それぐらいチームを引っ張っていかなきゃいけない選手になってきたわけですから、褒められる時は褒められると。でもこれはチームが負けた時自分のせいだっていうふうには言われます。そういったメンタル的なところをどれだけ鍛えられるか、鍛えていくかっていう勝負になっていくと思うんで、ちょっと言われたことでは自分のプレーを変えないことね、ちょっと褒められただけでいい調子にならないこと、
まあ僕の経験からしたら、あまり自分の出る番組とか、あんまり自分の言われた記事とか、書かれた記事とか、あんま見なかった人ですよ。そういった意味でも、いいことはあんま気にしない。自分の考えてることを常にやっていくと。まあ反省するところは反省しなきゃいけないっていうのもちろんですけど、進化していくためにも人のことを聞かなきゃいけないっていうのもありますが、自分が正しいというふうに思うことを文句言われたってそれ貫くこと、それがすごく大事なことだと思うんで、常にこう自分の記事を見る人が、常に自分の番組に出てるチェックする人がいるんですけど、僕はそういうタイプじゃないんで、そうやらないことにすごくこう自分にプラスになってきたと。だから僕はどういうことをするかってよくわからないんですよ。あんまり周りのことを気にしないと。自分が進化するために周りの言うことをちゃんと整理して、反省しなきゃいけないことを反省すると。そういったことをやっていく上でどんどん成長して、遺跡のことは考えないこと、これは代理人がいるわけですから、そこに任すことが大事だと思います。それとキャリアで必要な部分はというふうに聞こうと思ったんですけれども、はい、おっしゃってたようなところですか。いやー、もうこれからね、どんどん挫折すると、どんどんもう泣きたくなるプレーもたくさん出てくると。もう今までもね、オリンピックで悔しい、ワールドカップで悔しい試合をやってきたと、もう何回も泣いてるシーンを見てると、これもこれからも続くわけですから、そういったことにね、慣れるっていうことを僕は好きじゃないんですよね。でもそれをどんどんプラスにしていくと、自分もそういったね、嫌な気持ちになった時こそとてつもないエネルギーがあるわけで、そこからさらにこう一皮向けて、一エネルギー自分の体につけて、さらに頑張れるような久保君が見れると日本のファンの皆さんも嬉しいですね。かなり成長が見られる久保選手ですけれども、はい、最後に闘莉王さんからエールをお願いします。いや、もうね、僕からのエールっていうよりも日本のエールだと思いますね。これからもう自分のプレーでね、まあ、スペインを盛り上げてくれること、さらに日本代表っていう大きな目標があるわけですから、どんどんあの左足輝くことを期待しているところですね。集まれ。Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, esse alguém sou eu vivendo sozinho por alguém que não vive mais do meu lado. Será?